クロマックス。寝、ね、転がってみてください。はい。どうですか。ああもう普通にもう寝れますこれ。おやすみなさい。はいどうもクロマックスです。ということであやさん、はい、やってまいりました。あやさんと初めて車中泊をしてみたという動画でございます。真似事ではないんですが、はい、フォレストロードの友利社長にですね、撮影がてら林道を走りたいというかちょっとした企画がありますよということでお声掛けをいただいて、天空の池っていうそこに向かおうということなんですが、現在時刻、午前2時を過ぎました。クリエイターズハウスから、天空の池の一番近い道の駅まで約4時間そういうことなんですが、ちょっと車内お母さん撮影してみますか。はいはい、こんな感じの2名出身レイアウトで、これね、MGR さんの棚、これまだね、プロトタイプなんで製品化されるものに関してもまた取材入れますが、プロトタイプが今ついていて、あとは前のね、ライトキャンパーレンタルであった板を一応置いてあります。で、その上にマット敷いてある感じですね。どうしても PCPA とかだとこの見えねえな、この部分のこのシートのこのもっこり、はい、これがね、ちょっと邪魔になるっていうことなんで、今回はちょっと板を引いてみてやってみると。こんな感じで天井収納とかカーテンとかまだね、つぐるが考える仕様のものが出来上がってはいないので、車中泊仕様っていうところが仕上がってはいないんですが、今回はちょっとあやさんと車中泊してみようと。ということであやさん、はい、車中泊したことないよね。初めて初めてらしい、はい、だからしたことないもんね。はないですね、車で泊まるのは。まあ泊まるって言っても2時間ぐらいの旅になりそうなんだけどさということなんで、とりあえず向かっていきましょうということで行ってまいります。で、ナビを設定したんですが、クリエイターズハウスから待ち合わせ場所の道の駅まで3時間45分、約300キロの道のりですね。ナビを設定すると到着予定時刻6時5分。はい、ということでお母さん頼んだよ。はい、お気をつけて。はい、じゃあね、行ってきます。ということで首都高入ってまいりました。残り時間あと3時間30分。はい、ということで無事首都高を抜けて中央道に入りましたという感じでございます。本日ね、あいにくの雨なんですが、その天空の池に関してはおそらく晴れるでしょう、雨は上がるでしょうっていう予報らしい。いずれにせよね、寒くなるだろうっていう予想で防寒着もしっかり持ってきましたが、車中泊するって言いながら冬用の寝袋持ってくるの忘れたなっていう、そんな感じで無事中央道入ったんで安全運転で行こうかなというところなんですが、今回もね、継続してお借りし続けているチャット Wi-Fi 大活躍していただいております。で、中央道でこのチャット Wi-Fi 使うの初めてなんですよね。まあ、いずれにせよね、ソフトバンク電波使ってっていう形でこのチャット Wi-Fi 使ってるんで、ソフトバンク電波が入るところであれば使えますよっていう、そういう状況ではあると思うんですけど、継続して使わせていただいております、こちらのチャット Wi-Fi ですね。皆さんよかったら下の概要欄の方からリンク飛んでいただければ、どんな感じでね、契約できるかなっていう部分も書いてありますので、よかったらチャット Wi-Fi の方ご覧になっていただければと思います。はい、ということでむちゃくちゃ明るいね。明るいね。中央道をずっと真っ暗だったんだけど、現在談合坂のサービスエリアに到着しました。はい、ということでトイレ行ってきたんですけど、寒いね。寒い。談合坂って標高どれぐらいなんだろう。登って下ってみたいな感じで、結構ねノンターボの競馬にはしんどいんですよ中央道ということで給油も終わったんで進んでいきましょうかね。はい、真っ暗なんで中央道。いや本当そうですね。そう、 GoPro のね外向けの映像もって思ったんだけど全く意味なさそうだから、まあゆっくり安全運転でとりあえず進めていこうというような感じでございます。はい、はい、ということでここなんてとこ、小黒川、なんかここ珍しいね、駐車場の感じが、もしかしたら見晴らしがいいのかな。あー、なんかそんな感じするかも。はい、ということでちょっとどんなところなんだかわからないけども、とりあえずトイレ休憩。はいはい、ということでトイレ行ってきたんですが、今時間6時前ぐらい。6時前ですね。ちょっと空青くなってきてるのわかりますかね。もう車中泊ではないよね、もうもはやはい、ということで今調べたんですけど、あと49分だね。結構雨降ってたんだけど、いつの間にか雨も止んで空が見えるような感じになっておりますので、これからも安全運転でしっかり前見て運転していこうと思います。
な綺麗な景色でございます。これやばいね。すごい、ちょっと海に見える。テンション上がる。下に街並みはあるんだよ。マップ上だと街並みの方はだからもう濃い霧に包まれてる感じなんだろうね。でも屋根がいっぱい見えます。本当に、はい、普通に町というか家ですね。前方は紅葉の山々でございます。たまらん。はい、ということでもう全然明るくなっちゃったね。もう明るいですね。朝だ。今ちょうど高速道路を降りて方向です。あと30分ぐらいですね。こんな感じで高速道路を降りてまいりました。こんな感じで結構霧濃いね。いや本当にさっきから真っ白で周りが。そう、これ霧が晴れたらね、もしかしたら景色がいいのかもしれないけど、こんな感じの霧の中を安全運転でゆっくり進めていきたいという感じでございます。ほら、雲がちょうど。綺麗な湖でございます。めちゃくちゃ綺麗よ。どっちも綺麗かな。紅葉がむちゃくちゃ綺麗。ちょうどいい時期ですな。いい時期でございます。ということで目的地に到着でございます。あと1時間ほど休憩をさせていただくためにですね、設営してみようと思います。で、あやさん、これ重要なんだけど、雨が降ってる場合って外出て設営すると濡れちゃう。なんで基本は車内で完結するようなレイアウトで、まだ作ってる最中だけど、はい、車内で寝る準備をして横になれるっていう環境を目指して一応クロワークスを仮装してますということなんで、これから設営開始。はい、まずはじゃあ後部座席に移ってもらっていい？はい、できるだけ、はい、後ろのスペースを確保するためにシートを前に出せるだけ出しておいた方がいいかな。はい、まあ俺後でやってあげるからいいんだけど、はい、出します、ね、出して後ろに移動。はい、就寝スペースを確保するために床に置いてある荷物をなるべく棚の上に移動させます。はい、はい、ということで、はい、完全に就寝スペースできました。はい、今日はねちょっとここの部分ね、はい、ボックス置いちゃってますが、こんな感じで就寝スペース確保でございます。あやさんが今座ってる方がフォレストオートさんのパーフェクトマットでございます。はい、ここ駐車場止めるときに頭側こっち側がちょっと高い位置になるように駐車しました。なるほど。はい、寝転がってみてください。はい、どうですか。あ、もう普通にもう寝れますこれ。こんな感じで、はい、全然余裕でしょ。 OK です。 OK です。はい、はい、ということでもう眠いんでしょ。眠いですね。もう眠い。寝れるとしても今時間がね、そうね、40分、はい、とりあえず一旦休ませていただこうと。そうですね。はい、おやすみなさい。おやすみなさい。ということでおはようございます。結局40分ぐらいの仮眠で終わるっていう。あやさんの初車中泊はそれで終わってしまいましたが、寝心地全然大丈夫でしょう。今日ねこれ下にも床張り板置いてあるだけなんですけど、佐藤さんのねエブラーでも使ってたライドキャンパーの板引いてね、マット引いてるんで凹凸も気にすることなく、うん、いい感じで寝れております。はい、これだったら車中泊できそうでしょ。まあ、これに目隠しつくからね。あー、それだったらも寝れます。そう、こういう感じで遠出するなり企画があやさんともできれば面白いかななんていう風に思ってますんで、これまで全然ありえないって言ったもんね、車中泊ね。車中泊ないですね。そういうところをどう楽しんでもらえるかっていうのもちょっと今後ねいろいろ試してもらえればなという風に思ってますんで、そちらの方も楽しみにしていただければと思います。ということでですね、寝起きなんですが、なかなかね車中泊に一緒に行ってくれなさそうな奥さんを説得するための動画になったらいいかなみたいな思ってたんですが、いかがだったでしょうか。この動画が面白かった、参考になったという方がいらっしゃいましたら、ぜひとも動画の評価とチャンネル登録お願いいたします。また Twitter、Instagram、クロワークスのブログのチェック、こちらもぜひともよろしくお願いいたします。はい、ということで今回も最後までご視聴いただきどうもありがとうございました。ありがとうございました。むちゃくちゃ綺麗でしょ。綺麗です。こんな感じで皆さんのお車が水面に映っている状態でございますと。結構坂が…ここでもね、ここでも多分ね、うん、あ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 、
いや眠いね。眠いです実は。とりあえず外結構楽しそうなんで楽しんで行ってこようかな。なんでですね、皆様のそちらの方の取材これから行ってまいろうと思います。